トリニティブラッドは、吉田忠のライトノベル。イラストは、ソース柴本。略称は、トリブラ。連載短編、トリニティブラッド RAM と書き下ろし長編、トリニティブラッド ROM の2つのシリーズからなる。角川スニーカー文庫より、計12冊刊行され、シリーズ累計発行部数が100万部を突破する、大ヒット作となったが、 作者救世のため未完のまま終わる。漫画家もされており、作画、九条清、原作、吉田忠、キャラクター原案、ソース芝本として、月刊、アスカで連載されていたが、最終章に向けて、ウェブコミックサイト、コミックニュータイプに移籍した。単行本は、全21巻。ザスニーカー1999年12月号に、パイロット版が掲載された後、 2000年4月号より連載が始まる。また、アニメ化以前にふもさーかの角川サウンドシネマ内でラジオドラマが放送されていた。これは原作 RAM1 から3をドラマ化したもので、アニメ版とはキャストが異なり、パップより各3枚、計9枚発売されている。世界すべてを巻き込み各兵器、最近兵器などが飛び交った大災厄の後、 人類の文明はほぼ破壊され、人類の生存権はヨーロッパ周辺にまで狭められ、文化、生活水準は中世まで後退した。さらに、追い打ちをかけるように現れた吸血鬼との戦いに人類は強皇長を中心として、かろうじて勝利した。しかし、彼らを完全に滅ぼしたわけではなく、バンパイアたちは新人類帝国を築き小競り合いを続けていた。 そして長い時の後、教皇庁と帝国の境、イシュトバーンに一人の巡回神父が降り立った時、自流は再び流れ出した。人類のはるか未来を描く円未来目視録。中はアニメ化以前のトリニティ・ブラッド・レイジ・アゲンスト・ザ・ムーンズでの配役。トリニティ・ブラッド・ファイル及びトリニティ・ブラッド・センチメンタル・アドベンチャーはアニメ版と同じキャスト。キャストはアニメ版。 ドラマ CD の順、突起がないものはアニメ版のキャスト。本作の舞台は世界の大半を壊滅させ、文明を崩壊させた熱核戦争、大災厄とその後出現した意思地生態、吸血鬼と人類との生存競争を繰り広げた暗黒時代を経た縁未来のヨーロッパ。文化、技術力、価値観などの文明レベルは大災厄や、 暗黒時代で中世程度の水準まで落ちている。大災厄前の遺失技術の復元や独自の開発により、電動知性や石油エネルギー、電気、航空技術など現代と同レベル、あるいは自動人形やサイボーグなどの現在以上の技術が実用化されている。それらは軍事用や支配階級のみに限られているとはいえ、 作中の描写を見る限り大国や都市部では近代の風俗と現代文明が混在している社会が形成され市場経済やマスメディアもそれなりに発達している一方辺境や農村では未だ中世レベルとなっている新人類帝国など吸血鬼の間では人類社会よりも高い科学技術が用いられまた遺産と呼ばれるオーバーテクノロジーも少なからず存在している また、人類よりも長寿であるにもかかわらずなぜか、大災厄や暗黒時代の頃の詳細は伝えられていない。ローマ教皇庁の流れを組む、反人類機関。暗黒時代の吸血鬼に対し唯一組織だって、抵抗したことから、人類の守護者と位置づけられ、その後出現した黒い聖女などの聖人たちの力を借りて、吸血鬼たちを、東欧地域に追いやることに成功し、その後は、 人類社会の機種として超大国的な存在となる。しかし近年では吸血鬼の脅威が薄れ、また世俗諸行と呼ばれる各国も国力をつけているためその影響力は薄れつつあり、また内部でも腐敗や救兵の硬直化が進んでいる。そのため若手聖職者の間では求心的な方針を叫ぶ者も,も多い。教会としての側面も色濃く残るものの、 行政機関的な性質が強く、また教皇や数奇教など高位聖職者の位置づけは僧侶というよりは政治家のそれである。なお、作中ではカトリックのみが正当な宗教として人類圏全体で信仰されており、イスラム教、ユダヤ教は元よりプロテスタントなどキリスト教の諸派も異端とみなされている。なお原作では、 サンピエトロ大聖堂やサンタンジェ・エロ城といった実在の建造物を施設として利用している。教皇庁領本作中の教皇庁は超国家的な組織である一方で、聖都と呼ばれる本拠地ローマを中心とした広大な地域を支配する国家という性質も有している。教皇庁が直接統治している地域は現在のイタリアとスイス、スロベニア、クロアチア、 ボスニア・ヘルツェゴビナに相当。ロミデのイシトバーン出兵において併合された旧ハンガリア公爵領が俗領に加えられたが、そのため派遣主義拡大を恐れる世俗諸公の不信を招き、また教皇庁と領土を隣接することとなった帝国との間にも緊張状態が生じることとなる。国務省省実在の国務省とは異なり、外交と各教区間の連絡を担う部署。 いわば外務省に相当し、ニュアンス的にはアメリカの国務省が近い。教皇庁の国家としての側面を代表している。教理省省実在の教理省に教皇庁領の内政を担う内務省としての機能が備わり、さらに軍事院、異端新聞局、特務警察などを参加においている。教皇庁の超国家機関としての側面を代表しており、国務省省とは、 伝統的に仲が悪い。広報少々不協団当の組織が発展解消して成立した広報、情報収集並びにプロパガンダを担う部署。消防認定局本来は生物の鑑定を行う霊部署の一部署だが、本作中では異質技術の発掘復元を行う最先端の技術研究所となっている。協会軍教構長が保有する独自の軍事力。 韓国時代に各地の義勇兵や有力聖職者の施設軍などを編成したのが由来で、現在では人類圏では最大規模の兵力と最新鋭の装備を保有する軍隊。過去にたびたび対帝国の十字軍を起こし、また強行庁に反抗的な世俗諸行や自由都市に強制審問の名のもと宣戦布告することもある。現在の総司令官は、 教竜省省長官のフランチェスコ。通称、世界の敵と呼ばれる秘密結社。ラテン語で、我ら、炎によりて、世界を更新せんというスローガンの下に、各地でテロ行為を行う。元は、ゲルマニクスの小さな一貫結社だったが、カインとケンプファーによって乗っ取られて移行急速に、テロ組織として急成長した。しかし、 犯罪ネットワークの管理者という活動があるじで、あまり表舞台に出ることがなく、また騎士団として動く際も、世界に不満を持つ者に、技術や人員を提供するという形を取るため、その存在を知る者は少ない。名前の由来はバラ十字団。団員の制服はナチス親衛隊を連想させるデザイン。団員の称号や作戦名はすべてドイツ語である。 アウグスタ・ブラディカと呼ばれる指導者に率いられた吸血鬼によって東欧、中東に建国された本作中唯一の非人類国家。作中の地図では国土は現在のトルコを中心にギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、モルドバ、ウクライナ、キプロス、シリア、レバノン、イスラエルに相当するがアジア、アフリカ部分に関してはもっと広範囲である模様。 吸血鬼が貴族として平民である人類を支配しているが、数は全人口の1割にも満たない。作中の説明によれば、皇帝の絶対的な権威のもと二つの種族が共存する社会ということになっている。基本的には、能力主義であり、短命主も本人の能力と努力次第で市民として取り立てているためその点では、 封建的価値観や近権体質がはびこる人類意見よりも近代的と言える。ただし、絶対的権威である皇帝の存在抜きには成り立たないシステムであり、またあくまで調整種の方が優れた種であるという前提に立っているため人類権の標準的価値観からは到底受け入れられないものである。強行調とは不具体点の間柄であり、 約800年前の建国以来たびたび教皇朝の十字軍と交戦、これを退けているが、作中年代までの100年ほどは対外的に沈黙を保っている。本作中で訂正を敷いている唯一の国家であり、作中での帝国はこれを指す。また、言語は人類意見とは全く体系が異なる帝国語が用いられている。文化や作中での位置づけは、 オスマン帝国を彷彿とさせる国家だが、社会構造や政治システムは、征服王朝のものを下敷きにしている。アルビオン王国現在のイギリスに位置する、北の島国で、教皇庁の支援なしで復興を遂げた歴史や、地政学的条件などから教皇庁や他国に対し、独立志向が強い。生態や文化、生活水準は、ビクトリア長期の大英帝国を彷彿とさせる。 高い技術力と産業基盤を持つ重症主義国家だが現状が後継者不在のまま既得状態であるため情勢は不安定になっていた。またその技術力の背景にはシュトロンディニウム地下の隔離地区に吸血鬼たちを隔まいその見返りに技術提供を受けてきたという知られざる一面がある。なおアルビオンとは競技では 現在のイングランド地域を指し、従属国に近いエリンのみならず、スコットランドやウェールズも厳密には俗領ということになる模様。ゲルマニク総国現在のドイツに位置する信仰の軍事国家。近年急速に工業化と軍備増強を推し進め、隣国オストマルクを侵略するなど、領土拡張路線を見せていることから各国に警戒されている。首都はユーバー・ベルリン。 騎士団発祥の地で、その勢力が国家の中枢に入り込んでおり、国王さえ手が出せない。モデルはドイツ帝国並びにナチスドイツと思われる。ヒスパニア王国現在のスペイン、ポルトガル、モロッコを治める国。封建的な政策をとっており、教皇庁とも関係が深い。首都はセビリア。ROM では沈黙の声事件で滅んだ隣国カタロニアを、 併合している。フランク王国現在のフランスに位置する農業国。アルビオン、ゲルマニクス、ヒスパニアと並んで4王国と称されるが、ブルーターに半島が水没するなど北部は荒廃しており他の3国と比較すると国力は低い。首都はマッシリア、ボヘミア公国現在のチェコ、スロバキアとほぼ同一。首都プラークなど西部は発展しているが帝国と隣接し、 また貧しい農村が多い中部や東部では、異端派や武装放棄が発生しやすい。自由都市イシュトバーン現在のブダペストに位置し、ハンガリー地方を治める独立都市国家。表向きは、市議会が政治を行っているが、実際は、吸血鬼であるハンガリア・コジュラカダールの支配下に置かれ、死刑軍など、各機関もその配下となっていた。地政学的に強硬長量と、 新人類帝国との境に位置し、人類圏にありながら、吸血鬼が支配するという二重性から、両者の干渉体となっており、教皇庁も見過ごすしかなかった。ドナウ川を挟んで、西外区が、ジュラの領地、東外区が人間たちの居住エリアとなっていた。名称は、イシュトバーン一世に由来すると思われるが、作中では、暗黒時代にこの町を復興させた聖人の、 なとされている。自由都市カルタゴ現在のチュニジアに位置する独立都市、国家。作中の世界観から、イスラム教が衰退しキリスト教社会に組み込まれている、ものの、アラブ民族やベドウィンの文化が色濃く残っている。地中海貿易の要衝であり、帝国と人類圏の三角貿易の拠点とも、なっている。四都市同盟ネーデルラントに位置する独立都市国家。 ブルッセル、アムステルダム、アントワープ、ブルージュを中心とする商業都市の連合体であり、4都市の都市貴族で構成された政府とそれを支える世襲官僚や傭兵貴族によって運営されている。警察組織を束ねていた傭兵貴族馬頭家が滅ぼされて、以降は暗黒街を支配する吸血鬼子族4拍車が、票の政治にも強い影響力を持つようになっていた。 このほか、ヤゲロウ大公国、マケドニア公国、バルト三国、北部諸公国軍が存在。2005年4月28日より、ワウワウノンスクランブル放送にて放送開始。原作とは時系列が異なり、間に3年の開きがある ROM と RAM を同じ時間軸に再構成しているため原作では ROM 編。 RAM 編の片方にしか登場しないがアニメでは両方のエピソードに登場している人物もいる。また原作で死亡する登場人物が最後まで生存している例やその逆の例もある。第1話はワウワウアニメの最高視聴率を記録した。ありがとうございます。